これをしたら劇的に充実しました。Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です。今日もですね、ちょっと無修正ライブということで編集なしでやっていくんで大丈夫かな、カメラ映り。はい、ということでちょっとな、髪型が最近ダメですね。まあいっか。でですね、まあ今日なんですけど、まあ最近コロナでお家で仕事したり勉強したりする人増えたんじゃないかなと思います。そうするとやっぱり一番の問題なんですか？集中できないっていうところだと思うんですよね。やっぱりこういろんなね、テレビだとか、まあなんか家族とかいろんな誘惑があって、なかなか集中できないんじゃないかなと思います。で、ちょっと最近私今まで1日にですね、3つぐらいしか、やること決めてなくて、まあ3つやりきれるかどうかぐらいな感じだったんですけど、最近その倍、まあ結構6つとか7つとか1日に物事をタスクをね、こなすことができてるんですよね。で、なんでそんな風に生産性がかなり上がったのかっていうと、ちょっとね、最近ハマっているアプリがあるんですよ。で、これなんかちょっと案件っぽいような流れですけど、全然案件とかじゃなくて、本当に私には1円も入ってこないので、完璧趣味でやってる感じになります。まあ、YouTube よっぽど見てもらってた方がね、収益になるんでありがたいんですけど、もうこの今から紹介するのはね、本当にね、趣味でやってるんで、まあみんなどっちでもいいんですけど、ただ、このアプリですね、何をやってるかというと、なんと視聴者さんと一緒に作業をしてるんです。それがすごい最近楽しみになってるんですよね。で、他にも、まあ、今言った生産性とか集中力がつくだけじゃなくて、回復する力、まあ、要は休憩して上手にこう休めれるようになった、回復ができるようになってるたりとか、あとはモチベーション、やる気もね、やっぱり上がってきたり、あとまあ計画性っていうのもすごくね、立てやすくなってきてるんですよね。なんで今日はそんな風に一人でね、皆さん悩んでないですか？勉強とか仕事。まあやっぱり家でやってるとどうしても自分だけこんなに頑張ってもできない、自分だけこんなに仕事頑張ってるのに成果出ないって思いがちだと思うので、そんな、ね、方はぜひちょっと今日今からご紹介する、まあ、3つのポイントやってみてください。で、まあ、そうアプリの、ね、特徴をちょっと3つに分けて使い方とかもね、この動画でご説明していこうと思います。ちょっと前のね、スマホのアプリで勉強していくといいよっていうやり方ね、動画2つぐらい出してると思うんですけど、そこでもちらっと紹介して、すでにねちょっと SNS、Twitter で、募ったんで、結構、入ってくれてる人とかもいるんですけど、ちょっと、やり方とかね、わかんないと、せっかくダウンロードしても使えてない人とかもいると思うので、ちょっとこの動画ではその使い方もね、ご紹介しようかなと思います。まず、Focus to Do っていうアプリ、これなんですよ。こういう、このアプリなんですけど、Focus to Do っていう、Focus、集中するっていうやつですね。やることにっていう意味なんですけど、まあ、意味はさておき、そのアプリダウンロードしてもらうと、まあ、大きく分けてこのアプリの特徴が3つあって、1つ目が計画なんですね。まあ、計画がさっき言ったように立てやすくなります。で、例えば私は今まで、1日にね、3つぐらいやることを書いとくといいよと。前日の夜かその日の朝に今日やること3つこう書き出しますよってお伝えしたと思います。で、昔はそうなんですよ。このバレットジャーナルに今日の日付、何々、何々、何々みたいな感じでやること書いてたんですけど、最近はもうこのアプリばっかですね。で、ここのアプリですね、まず開くとこのような画面になっております。ちょっと光で反射して見づらいかな。こんな風に今日とか明日とか近日中いつかとかイベントとかがあるんですね。で、まあ基本的に私今日とか明日とかぐらいがメインになってくるんですけど、例えば今日やることにこんな風にね、なってます。ちょっと反射してみづらいかな。こんな風ですね。で、ここでタスクの追加っていうのを押して、ここでタスクを入れれるんですね。で、私はカテゴリーを分けていて、例えば YouTube の企画と英会話とかっていう風に色をね、つけて分けれるんですよ。で、このタスクはどこで追加できるんだったっけな。あ、ここか。プロジェクトの追加っていうメインページからね、こう色とね、追加ができます。で、これなぜ分けとくとカテゴリー別にいいのかっていうと、1日にどれだけやったかがこんな風に色別で出てくるんですよ。タスクごとにこんな感じで。すごいね、わかりやすい。あ、これにこんなに時間かかってんだ、みたいな感じがね、できるんで、結構これ便利です。で、あとは、例えばここで、撮影、例えば1とかって適当にやって、ここで YouTube やります、みたいな。そうするとこうなりますよね。で、例えばこの移動がすごく簡単で、例えばこれを、明日に移動したいとかってなると、期限とか明日って、選べばいいし、明日になるし、
あとは、ちょっとすごい優先順位レベルっていうのもできるんで、これちょっと大事ですよ、みたいな感じで優先順位ごともできるんですよ。っていうふうにタスクがめっちゃ楽。で、このいつかとか近日中とかっていうのも結構そのなんだろう。今すぐじゃないけどやりたいなっていうこと。例えば企画とか思いついたらね、こんなふうにここに書けれるようになるし。だから今までのトゥードゥーリストと、バレットジャーナルに書いてたことが合体したような感じでめっちゃ使いやすいなと思ったんですね。で、あと、このなんだろう、やり終えていくのがすごく簡単で、例えば今日もここ、撮影一応今やりましたってしたら、これをね、実際にやってる時っていうのは、ここの、これを押すと、ポモドーロテクニックが始まって、もう25分間作業になります。で、作業が終わったら休憩があります。あ、休憩ないな、今。これ25分間ちゃんと消費すると5分間の休憩に入ります。で、この作業ね、撮影中終わったよってなったら、ここにってやると次のタスクが出てくるんですよ。で、この押した時にピコーンってなって消えていくじゃないですか。もうそれが本当に、なんだろう、快感なんですよ。やっていくのが快感になる。で、すごいやりがいがあるなと思いました。で、今どんどんそのタスクっていうのも減っていくので、今日振り返った時に、あ、こんだけのタスクやったんだみたいなのがね、見れるのがね、いいなと思いました。で、2つ目のポイントが作業です。今言ったように、こちらね、こんな風に25分のタイマー出てきてます。これなぜ25分かというと、ちゃんとそのポモドーロテクニックっていう、私が好きなね、テクニックなんで何度もご紹介してるんですけど、ありまして、25分間やって5分間休憩するっていうサイクルが一番集中しやすいよみたいなことをね、イタリア人の方かな、ポモドーロってトマトって意味なんですけど、トマト型のキッチンタイマーを使って発明した人がいて、で、ポモドーロテクニックって言われてるんですけど、で、実際にね、こういうふうにちゃんと25分測ってやると、これが、チェンチェーンっていう風にね、合図で鳴らしてくれて25分終わるんですけど、ちょうどいいんですよ。なんか、今までだったら結構こう疲れちゃったりとか、あ、そろそろ休憩しなきゃと思って休んでたりすると、そっからなんか一日すごい疲れちゃうんですよね。また作業するのとかも。だけど、25分っていうのは私にとってなんですけど、こう、ちょうど疲れる前みたいな感じなので、だからこのサイクル何回でもね、こう結構続けれるなと思いました。だから結局の話、1時間バッて集中してやって、そうすると疲れちゃうから、もう疲れが溜まりきっちゃって、その日1日何もできないとか、極端な話になればなったとしても、このポモドーロだと25分やって休憩するから、ちゃんと復活できる。だから1時間以上こう続いていくよみたいな感じですね。簡単に説明すると、つまりですね、休憩がすごいいいよっていう、いいタイミングでやってくるよってことです。で、一応ここの、長さもね、ここでね、変更できるんですよ。ここを押すとね、25分からこう、あ、なんか、あ、これプレミアに、あ、それアップグレードしないといけないんだ。プレミア入ってないよ。3ヶ月370円とかそんな感じですけれども、私入ってないから皆さんも多分お金かかんない。こういうふうにね、一応プレミアに入ると時間も変えれるみたいな感じです。休憩の5分間の時間は変えれますよ。すごい好きに、プレミアムじゃなくてもね。そんな感じですかね。で、だから本当にね、疲れてからじゃね、休憩は遅いっていうことで、皆さんね、本当25分タイマーでちゃんとやってみるといいと思います。で、それだけやっぱり休憩の質によって日頃の生産性って変わってくるよっていうお話ね、前したと思うんですけど、やっぱりそれは世界のね、著名な方とかっていうのも言われてるので、本当に休むこと大事だなと思いました。そして3つ目のポイントがチームとランキングです。これがね、勉強チーム作ったよっていうことなんですけど、このね、メインのページを見てもらうとですね、これアプリダウンロードして皆さん入れます。ここのマークですね、この人型。これを押します。そうすると、こういうチームが出てくるんですね。で、私ね、この BMA の加熱のチーム作ってるんですよ。で、これをですね、今、あ、17人入ってくれてありがとうございます。こんな感じで、多分これ、みんな見れるからいいかなと思うんですけど、今、こんな感じで、パンさんすごい1位。ずっと1位ですよね、最近。私作ったのに関わらず負けてるっていうね。こんな風に、今週の時間数とか、今日何時間やったかみたいなのが出てくるんですよ。ランキングで。で、ここね、なんかメッセージとかも一応できるんですけどね。たまにやってます。だから、で、しかも何かタスクをね、こう実行していると、作業中だとここにタスクを実行中って出てるんで、例えば夜遅くにこのアプリ開いて、あ、ちょっと今から英語やろうかな、でも疲れたしなって思ってる時に、パッと見て、例えば誰かがね、パンさんがこうタスク実行中って書いてあると、あ、視聴者の方こんな時間でも頑張ってんだみたいな風になって、あ、私も頑張ろうっていう風になれるんですよね。これ多分他のね、皆さんもそうだと思います。そんな感じで、やっぱりチームっ
ていうか、その、なんだろうな、みんな頑張ってるって、今頑張ってるんだっていうのが見えると嬉しいなと思いました。で、まあ、このランキングとかそのタスク実行中っていうのが、その自分のね、やる気にもつながってきます。で、あとこれはですね、一応そのチーム内での競争というよりかは、チーム全体の時間数、ここにさ、時間が出るんですよ。あ、ここみんな上げてこうよ。ね、今結構ここのすごいな、ここ77人って7000時間みんなやってるけど、170何時間なんで、みんなでここね、上げていきましょうってことで。はい。ここもね、嬉しいです。で、これ、チームに入りたいときは、多分チームのこの検索かな？で、ここにチーム番号をね、検索すると入力ってあるんですけど、そこでですね、皆さん、私のチーム番号はこれです。PA3NH と入れてください。PA3NH、スクショしといてくださいね、後で入る方は。はい。っていう風に、やってもらう。まあ、全然退出してもらっても大丈夫ですし、使ってない方はね、全然見えるんで、ほぼ7割ぐらいまでまだ勉強時間使ってないけど、チーム参加だけしてくれてるような方たちばっかりなんで、まあ、全然これでね、お金がどうこうとか、なんかご褒美もらえるとかっていうわけではないんで、本当に自分のね、自己判断でいいと思うんですけど。で、あとここのね、他にもこの機能があって、この目みたいなところやると、ここを押すと、こんな風にね、あ、いっぱい出てる。こうやって集めていくと、このね、目がね、成長していくんですよ。で、これは、この辺押せないでしょ、薄くて。で、この、濃いやつだけ押せるんですけど、これはね、時間をね、たくさんこなしていくと、こう、日が出てくるんで、日が出てきたら、そう、押すって感じ。そうすると、これがね、成長していくんですね。これもなかなか面白い。かわいいです。あと、グローバルランキングっていうのも出てきますね。こんな感じで、私はまだレベル2でね、こんだけなんですけど、なんかすごいことだとこんなにやってますよみたいなランキングも出てくるという感じですかね。うん。で、あとは、まあ、さっき言ったように、こういう風にレポートもね、一応無料で見れるんで、ほんとこのアプリ作った人すごいね。こんな風にね、ポモドーロの合計時間とか、今週のポモドーロ時間とかね、あとタスクでこういう風にさっき言った色ごととかもね、いろいろできるんで、あ、こんだけやってたんだな、みたいな感じで。結構 YouTube と英語頑張ってますよね、私。っていう感じですね。出てくるっていうことです。はい。ということで、ぜひね、皆さん、本当に参加だけでもいいし、まあ、本当にご自由にどうぞっていう感じではあるんですけど、私的にすごいこれ役に立ってるんで、まあ、新しいね、勉強法っていうのをこう取り入れていくのって、悪くないと思うんですよね。全然リスクはないと思うので、まあそれで合わなかったら全然やめていただいても大丈夫だと思うので、ぜひ皆さん新しいよりこう最新のね勉強法っていうのを取り入れてみてはいかがでしょうか。まあ、これ勉強だけじゃなくて仕事でも使ってますので、この仕事しなきゃいけないなっていう時とか、私はまあ、自分で仕事してるんでそういう風にね使ったりとかもしてます。そんな感じで、ちょっとねこう霧がいいところでチーンってなって25分経っちゃったりするんだけど、ちゃんとそこで切り上げるとまた集中してまた元に戻りやすくはなってくるので、まあ、騙されたと思ってねやってみるのも面白いんじゃないかなと思います。ということでチームの参加待ってます。はい、私もね気分屋なんでいつまでこれ続くかわからないですけれども、まあ、それより最近これで本当に生産性が上がって、その今日のタスクも3つぐらいかなと思ったけど、まあ、結構読書とか英会話とかそういうのとかも全部、ね、入れてやってるんで、非常にね少なくとも25分は1日にできるっていう感じになってます。まあ、英語とかトイックの勉強なんかねすごいいいんじゃないかなと思いますので、ぜひねよかったらまた使ってみてください。ということで、じゃあ皆さんの、勉強の仕方にちょっとでも参考になりますようにということで、See you! 次よかったらこちらの動画チェックしてみてください。皆さんに合ったおすすめの動画が出ているはずです。ではまたね、待ってます。